皆さんこんにちは。愛媛学習塾連盟会長、白石塾白石亮太郎と申します。小学生作文、愛媛カップ2023夏、今年も多数の方々から素晴らしい作品を送っていただきました。その中から厳選した8作の金賞を選ばせていただきました。また来年度も開催予定ですので、たくさんのご応募をお待ちしております。こんにちは。学びの窓口、川内真希です。学びの窓口では、お子様に合った塾やフリースクールの紹介をしております。また不登校のサポートとしてホームスクールの支援を行っております。さて、今回審査員の一人として皆さんの作文をすべて読ませていただきました。今年は20年後はというテーマで、ワクワクする作文が集まりました。皆さんは作文が好きですか？肩の力が入ってしまって難しく考えすぎたりしていませんか？自由な発想で文章を書くことを楽しんでほしいなと思います。今年も審査に大変悩みましたが、金賞8名を選出いたしました。この後、受賞者の皆さんに作文を読んでいただきます。ぜひ最後までご覧ください。20年後の僕、2年、富田奈緒。20年後の僕は28歳になっています。20年後の世界は、人間にポケモンの相棒がついている世界になっています。僕の好きなポケモンはミライドンとコライドンです。コライドンの戦う技は悪性ブレイクです。両方とも乗れます。今は水の上で浮くことしかできないけど、20年後は進化していると思います。例えば水の中に乗ったまま潜ることができます。またスマホで山の上や海の中、宇宙など、今は圏外になっているところも通じています。20年後、僕は人を助けてくれるロボットを作りたいです。火事とかになった時、人を助けてもまだ一人助けないといけないかもしれません。その時にロボットが手伝ってくれるとありがたいからです。また火事だけじゃなく、海で溺れている人を助けてくれるロボットを作りたいです。そのためにはロボットのことについて調べたり、プログラミングのことについて調べて、学校の勉強を頑張ります。金賞取れて嬉しいです。20年後、人を助けてくれるロボットを作れるように、いろいろなことに挑戦します。小学校の音楽の先生になりたい。3年鎌田玲奈。20年後私は28歳になっています。20年後には海や空を走れる車があります。今道路を走っている車が海に近づくと、タイヤが中に入って船のようになります。また空に行きたくなったら、車の中にあるボタンを押すと飛行機のように空を飛んでくれます。そして猫や犬をペットにしているように、将来は馬や羊をペットにしている人もいます。そしてユニコーンもたくさんいます。ユニコーンというのは、頭に角が一本生えていて、体の色はカラフルで、背中には羽が生えています。私もユニコーンの背中に乗って空を飛びたいです。私は20年後学校の先生になっていると思います。それは私の祖母が先生をしていて、私もなりたいと思ったからです。私は音楽の先生になって、子供に音楽の勉強を教えたいです。そのために今一生懸命勉強して、リコーダー、歌、鍵盤、ピアノ、音符の書き方と名前を覚えたいです。それを叶えるために学校で音楽や算数の勉強を頑張りたいです。金賞を取れると思っていなかったので、聞いた時はびっくりしたし、とても嬉しかったです。
夢を叶えられるように頑張りたいです。20年後は4年森次作太郎。20年後僕は戦争のない世界になっていて、世界中の人が楽しく過ごせたらいいなと思います。なぜかというと、戦争をして命を落とす人が増えていって、水やお米やパンが一つもなくなって、その戦争をやった国には一人も人間がいなくなってしまうのではないかと思います。人間が生きていても、もう戦争の前の楽しい生活や友達と遊ぶこともなくなってしまい、もう楽しい生活には戻れないと思います。だけどロシアとウクライナはまだ戦争をやっていて、ウクライナの建物にミサイルが落ちてきて、まだ小さい子供も怪我をしたり命を落としたりしているのをニュースで見て、どうして人間は命を落とした人もいるのに戦争を続けるのだろうと思いました。戦争をやめればたくさんの人は幸せな気持ちになって、ご飯も美味しく食べることができて、平和に暮らすことができるので、戦争はもうやめてほしいと思い、戦争のことを書きました。僕はこれから戦争にならないためには何をすればよいかを考えて、戦争をなくして、ニュースではもう一回も戦争の話がなくなるといいなと思いました。最後に、戦争がなくなることで世界中の人が笑顔になって、一人一人が戦争に興味を持って、もう戦争にはなってほしくないなという気持ちが高くなっていくと思うので、戦争のことを調べて紹介もしてみたいなと思いました。それで戦争の危険性を知ってもらったらいいなと思います。金賞をもらって嬉しかったし、これからもいい作文を書きたいなと思いました。20年後こんなロボットあったらいいな。4年西迫まさき。お姉ちゃんが中学生になりました。自転車で通学するようになってから、毎日天気予報を見るようになりました。そこで思いついたことがあります。20年後人の生活や気持ち、怒ってしまうことの予報をしてくれるロボットがあれば便利だなと思いました。例えば天気予報で雨マークがあると、傘やカッパを用意する。人の予報ロボットがあると困ることから予防することができる。僕はそのロボットに未来を教えてもらう。例えば今日階段でこけますよ、今日通学中や仕事に行くときに犬に追いかけられますよ、今日熱を出しますよ、などです。また今日の晩ご飯は特大ステーキでしょうと、良いことも教えてくれる。今日震度6の地震が来るでしょうだと助かる人がいっぱいいると思う。今僕は突然こけてしまっている。去年僕が学校でこけた時、急に通院することになった。放課後の予定が変わってしまった。予報があれば予防できたのかもしれない。また先に予定を変えることができる。逆に応募した旅行などの抽選に当たる良いことのお知らせがあったら、毎日がとても楽しく生活できる。お小遣いの準備もできる。そのロボットはリビングの机の上にある。鳥のインコの形をしている。なぜならインコは話せるからだ。そのインコに話しかけてあげると、その気持ちや話を貯めておいてくれる。そして話しかければ話しかけるほど充電もしてくれる。そのインコは色が変わる。金色の時はそのままで大丈夫、緑の時はちょっと考えてみよう、灰色の時はそれは良くないというお知らせになっているのだ。
僕は嬉しい知らせよりも先に不安な情報を教えてくれると助かると思っている。20年後、人の生活や気持ち、怒ってしまうことの予報をしてくれるロボットがあれば便利だな。なければ僕が発明しよう。金賞ありがとうございました。20年後どんなロボットがあるかな、こんなロボットがあったらいいなと思いながら作文を書きました。楽しく作文が書けました。暑すぎる地球、5年、中島月。20年後、僕は30歳になっています。その頃、地球は二酸化炭素の出過ぎで暑くて住めなくなっていると思います。そして太陽系から離れた星に住んでいます。なので20年後、僕は酸素を作る会社で働いています。なぜ酸素を作る会社かというと、その星には酸素がないからです。酸素は過酸化水素水という薬品に二酸化マンガンを加えると作れるようです。宇宙には酸素はありません。なのでいつか僕は何十年もかけて宇宙で当たり前のように酸素を吸うことのできる世界にしてみたいです。そしたら無重力の中でスポーツなどをしてみたいです。酸素を使うことができたらロケットなしでも別の星も行けるようになるかもしれないので、宇宙で酸素を吸える世界にしたいです。そしたら他の星に住むことができるので、土地ではなく一つの星を買うことができるようになるかもしれません。その星に家などを建てたりすることができるようになるかもしれません。宇宙を走る車で宇宙旅行ができるようになると思います。なのでもっと宇宙について解明できるかもしれません。なので僕は酸素があれば宇宙についてもっと謎だったことが明かされて、宇宙でいろいろなことができるようになると思います。20年後、本当に宇宙で酸素を吸うことができるようにするために今は勉強を頑張りたいです。僕は今回の自分の作文が入賞するとは思いませんでした。そして20年後、本当に暑くなったとしても住めなくなる星になってほしくないなと思います。世界一の学者になった5年森岡智樹。20年後僕は30歳になっている。現在世界は20年前よりも大きく変わっている。生きにくく、ストームが世界の周りにある。そしてすべてが高く、食べたいものが食べられない。今は生きにくい時代だ。学者は毎日研究をしているが、火星に住む空気を作るなどと言っている。僕もその学者の一人だ。僕は火星に住めるようにするだろうと言っているだろう。しかしある日のニュースで、ストームが1年後に来るだろうという情報が入った。全員世界は終わったと思っていた。みんながストームの研究をしていた時、ストームは100年後に来るとなっていたからだ。1年以内に火星に行くことなんて無理だと思っていた。けれど諦めない学者もいた。ストームを止める研究をすると言っている。火星は無理だけれども、ストームの研究は前に先はすぐ終わった。だから今回もすぐにストームを止めることができるかもしれない。僕もそう思っていた。学者は全員それに賛成した。12ヶ月でストームの研究を全世界の学者がした。そしてストームが来る1ヶ月前に研究が完了した。そしてそれに貢献したのが自分だった。そして世界一の学者になった。
これで2度目の金賞だったので嬉しかったです。これがもし現実で起こったら怖いなと思いました。一つでも多くの命を救う6年富田優は、20年後私は32歳になっています。その頃には世界が今までにない進展を遂げていると思います。今では治せる見込みがほとんどない白血病やがんのステージ4などが低確率で治せるようになっています。だから20年後の私は医大を卒業して世界的に有名な医者になっています。医大を卒業して医者になる理由は、日本一の難関校でたくさん医療関係のことを学習し、その学びで父の病気を治したいからです。父は肺がんのステージ4と糖尿病を持っていました。父の病気が発覚してから見たドラマドクター X の大門未知子さん役の米倉涼子さんの演技が素晴らしく、そのドラマを見て父の病気を治すために医者になると心に決めました。もう父は6年前に亡くなってしまったので、もうその夢は叶いませんが、その分他の人の命を一つでも多く救います。現在はもし市中がんになるとその部位を摘出することになるので子供が産めなくなってしまいますが、今にはない医療機器を使って手術を行っても子供が産める状態にしたいです。病気によって失ってしまうものを極力少なくするために毎日勉強に励んでいます。また最近 AI が医療に導入されるようになりました。遠隔操作で遠くにいる人の治療ができるようになっています。将来との AI との付き合い方も考えていきたいと思います。私はロボット関係のプログラミングと理系が大の苦手です。しかし2024年から大学入試でプログラミングの試験があることを知りました。なので私はこの夢を叶えるために学校やインターネットでプログラミングの内容を知って理解し、理系でわからない問題があったらいち早く先生に聞いてわからない問題をほったらかしにしないようにしたいです。また世界の人々と話すために英語の授業も頑張っていきたいです。私がこの作文を書こうと思ったのは、父が死んだ時になんで自分で治すことができなかったんだろうととても悔やんだことがあるからです。自分で治すことができないと分かっていたけれど、とても悔しかったことを今でも覚えています。また私はもともと作文が苦手でしたが、金賞を取れたおかげで作文に自信がつきました。ありがとうございました。伝説になるようなアニメを作りたい6年岸優月。20年後私は31歳になっています。その頃にはテレビは 3D になって全てが立体的に見えるようになっていると思います。そして音も今よりもっと聞きやすくなっていると思います。私は今よりもっと見やすくて聞きやすいテレビを通して、面白くていろんな人が憧れるアニメを描いています。アニメは笑える場面や泣ける場面があって、アニメに出てくる人たちと同じ気持ちになれることがいいところです。自分もその場にいるような気持ちになれるし、本や漫画よりも色とりどりでちゃんと動くので戦っているシーンが見やすいです。私はアニメーターになって、見ているだけの人も聞いているだけの人も、見ていて聞いている人でも老若男女貧乏な人でも楽しくて幸せにできるようなように描きたいです。そして場面にある一つ一つのものを丁寧に綺麗に描きたいです。そして登場人物が悲しかったり嬉しかったり楽しかったり怒っていたり、その時の気持ちによって背景や動きを綺麗上手に描きたいです。20年後の未来では、私が作ったアニメが世界中誰もが知っていて大流行して世界中に影響を与えているような人になりたいです。私はこの夢を叶えるために世界中のいろんなキャラクターをいろんな作者風に描いたり、物を立体的に描くことを何度も何度もやって頑張りたいです。賞を取ったことがなかったので取れてとても嬉しかったです。アニメーターになるために頑張りたいと思います。ありがとうございました。